グレイルさんの大量購入品紹介をしていきたいと思います。脂質、脂質、やっぱ自分に合う服の色ってどうした。これ届くのめちゃめちゃ早かったよ。やっほー、さくらです。はい、今回はですね、なんとグレイルさんの大量購入品紹介をしていきたいと思います。めちゃめちゃ買いました、めちゃめちゃ買いました、2回ました、大事なので。で、あとこれは妹の寝巻きを買いパックしました。多分怒られます。ということで、今回はグレイルさん、私初挑戦だったんですよ。すごいガーリーなイメージだったんです、自分の中では。結構リクエストだったんですよ、その前に。グレイルさんの安いしめっちゃいいから買ってみたいな、で紹介してほしいみたいな言われたんですけれども、そもそもガーリー着ないからなと思ってサイトをチラッと見たらですね、結構大人ガーリーとか大人っぽい服が結構ありましたの でガーリーといっても上品なガーリーだったり、なんかブリブリしすぎみたいな服ではなかったので、気になって大量購入してみました。ということで、早速紹介していきまっしょー。はい、ということで、めちゃめちゃ買ったで。はい、まずですね、デニムの形が素晴らしかった。全部クオリティが高すぎて、高すぎくん。これがですね、パンツデニムですね。じゃん。はい、こういうね、フレアの形なんですけど、このね、あの足の中心の部分がちょっとね細くなってるんですよ。形が広い、細い、広いみたいになってて、ちょっとね、なんだろうね、質もめちゃめちゃしっかりしてるんですよ。見たらわかるかな、めっちゃしっかりしてて、すっごい安いのに全然、なんだろうね、失敗作、安い代わりにちょっと安っぽい生地だったり糸が出てたり結構するんですけど、このデニム全然してません。なんなら可愛いし、めちゃめちゃパーフェクト。これは本当に何にでも合わせやすいよ、何にでも合わせやすいし、スタイル抜群だよ。これはマジで当たりすぎる、勝ち組。次、はい、これね、ワンピース、ワンピース、きっとアイロンかけないといけない。これはシワクチャです。皆さん、アイロン、脂質、秘訣、なんていうんだっけ、こういうの、脂質、脂質みたいな、アイロンは脂質、脂血みたいな。でもね、マジ可愛いので、これワンピースなんだけど、丈が短めなのね、膝ぐらいだから、短すぎでもないし長すぎでもないから、なんかあんまり露出したくないっていう子とか、足を出したくない子とかにはおすすめかな。あの色がさ、秋っぽいじゃん。で、生地もね、あんまりね、分厚くはないの。だからといってめっちゃ薄いわけでもないから、普通に秋も春も冬以外は全部着れるね。春夏秋は着れると思います。だから横広めなのね。だからウエストとかだと多分こうなると思う、着た時に。だからスタイルがちょっと悪く見えちゃうとかなったら、あの太いベルト巻いたりで、ウエスト引き締めれば多分いい感じに着れると思います。低身長の方でもこういうのおすすめかな。はい、次はね、ちょっとね、大人っぽめかな。じゃーん、これね、なんとワンピースなんです。なんと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 ですよ、背中開き、背中っていうか腰開きみたいな。え、腰開きってさ、なんか背中開きとかよくあるじゃん。腰開きってなかなかないよね。キャンティーすぎ、なんかセクシーでさ、色もさ、なんかさ、ちょっとさ、ブラウンだからさ、めちゃめちゃ大人っぽく着れると思います。こういうかき上げとかしてる服だ、で着れると思います。ハートのとこもね、あのストレート目だから、スタイルはよく見えやすいのかなと思います。体のラインはバッチリ見えます。でもね、大体グレイルさんの私 S 選んでます。154とか155の方とかは S とかでいいのかなと。続いてブワン、じゃん、紫のパンツです。かわいい。これもね、フレアタイプになってます。なんかね、この前ね、メル TV、 声ガラガラ、メル TV のなんかそのカラー診断、パーソナルカラー診断みたいなので、私ブルベだったんですね。ブルベって紫とか結構合うらしいんですよ。ピンクとか紫とか、やっぱ自分に合う服の色、どうした、これ自分の服に合うねカラーをね、多分取り入れた方がいいのかなと思って。ここボタンがあります、ボタンついてます。はい、
でもボタンがないように見えるよね、これ。それもおしゃれだよね。これはストーンって着れるから多分、普通に T シャツとかとも合わせて可愛いし、普通に私だったらシンプルに白 T とかチビ T とかに合わせて、着たらすごい可愛いのかなって思います。あ、これね、これ一番最初にね、ポチったやつだ。じゃーん。じゃん。はい。これですね、ニット生地のトップスなんですけれども、なんとね、後ろがね、リボンになってます。はい。後ろがリボンになってて、ここまだ結べてないんだけど、結ぶんだけど、背中開きなんだけど、後ろ全体が大きなリボンがついてるって感じかな。で、これね、色がね、結構ね、大人っぽいのがめちゃめちゃあった。ベージュとかホワイトとか、まあ、ブラックとかあったんだけど、私は全部ブラックの方が可愛いなと思って、あえて全部オールブラックを選ぶことで、大人っぽさ増し増し。最近大人っぽい目指してる。実は。これにさ、タイトスカートとか合わせてもすごい大人っぽくなるなって思います。シンプルデニムとかでも可愛いしね。次やっちゃおうやっちゃおう。はい、続いてがですね、こちらわん、はい、普通の T シャツなんですけど、これね結構横幅でかいじゃん、うちに合わせたら。そう、デカめを買ったんですよ。そう、全然これと合わせたらさ全く違うよ、今着てるのと合わせたら大きさ。なんでかというと、結構最近チビ T とか流行ってるじゃないですか。そのピチってしたちょっと小さめの T シャツ、腹出しとか、さっき私腹出しすぎなんで逆にオーバーサイズの T シャツとか可愛いなと思って F にしたフリーサイズ。あ、これすっごってはず、これフリーサイズだね。これ結構ね大きめだから、普通にワンピフにしてきても可愛いかなって思う。これにさ、もしさスカートとか合わせるならさ、すごいガーリーになるけどさ、パンツとか合わせたらさ全然ストリートとかカジュアルめになるから、どんな系統にもなりやすいこのアイテムですね。あの、届くのめちゃめちゃ早かったよ。瞬間ちょっとで届きました。これセットアップです。じゃん。ちょっとね紫っぽい、淡い紫っぽい。で、これね、ジャケットなんですけど、生地がね、これはね、どっちかというと薄いな。薄い。こんな感じわかるかな。こんな感じで、どっちかというともう春、夏限定って感じかな。秋もギリギリ着れるって感じ。だから、結構ね、涼しいと思う。この生地だったら。で、パンツ。これ結構ストレート目だな。え、かわいいね。ちょっとくすんだ紫なんですよ。さっきのと合わせると全然紫だけど、紫さが違うっていうか、ちょっとくすんだレトロ感のある紫。普通に、なんか、下北とか歩いてそうな。下北か、まあ、表参道とか歩いてそうな、スタバ女子にはなれるかなって思います。全然こっからが最強なの。今からアイテムなんだけど、アイテムがもう、かわいいかわいい。はい、まずこちらがバッグですね。ちょっとね、思ったよりちっちゃめだったかな。でも私ちっちゃいバッグが好きなので、結構だから私にとってはオーライオーライって感じなんですけれども、はい、チェーンもついてます。深さ的にはちょっとね少ないかも。だけど財布と携帯と香水入るよっていうぐらいかな。このなんか結構グレイルさんのバッグって色がめちゃめちゃ豊富だから、緑とか今の季節にぴったりな色もあったし、シンプルな色もあったし、柄物もあったりしたので、ちょっとチェックしてほしい。次ですね、シュシュ買いました。で、同じ種類を私はカーキの色とシルバーを買いました。じゃーん。でね、ラメが入ってるのわかる？細かいラメが入ってるの。そう、で結構大きめかな。どっちかというと髪結んだ時に後ろからこうやって見えるのも可愛いし、ハーフアップして見えるのも可愛いし、なんかね最近ねちょこちょこ流行ってるのが、こうちょこちょこっていうかしてる人見るのが、手にもね普通にあのブレスレットみたいにシュシュつける人も結構多くなってるから、そういうのも可愛いなと思います。カーキは秋っぽいよね。シルバーは夏とか春とか冬にもぴったりな色買いました。これ結構人気だったり。バッグも近かったのよ。じゃーん、かわいい。もう気に入り、もう気に入りなのよ。こんな感じもね、シルバーシルバーなのよ。なんかさ、ちっちゃめじゃん、どっちかというと。ちっちゃめのバッグなのに結構入るっていう。巾着っぽいけど、ここで留めるんだ。こう磁石で留めて、こうサイドで持つみたいな感覚かな。結ばれないようにしてね、ここ閉めてね。めっちゃ可愛い。ワンポイントになる。最後が靴買いました。靴ね、私履かない、ちょっと珍しい種類買ってみました。じわーん、じゃん。
どうしたチャラ、欲しい？チャラ欲しくないみたい。いやね、結構ねヒールがね低めなの、厚底が。だから私そんなにいつもヒールが12、3センチのを結構買うので、低身長さんとしてはちょっと低めかもしれないけどね、歩きやすいと思うし、思ったより軽かった。最近普通に高いの履きすぎて、どうした、高いの履きすぎてさ、なんかニャーニャーうるさいのよ、あんためっちゃね靴ずれするの、めっちゃ痛いよ。だからちょっと気分転換にでもと思って買ってみました。デザインとかも結構あの夏っぽいので、歩きやすいし涼しいし、最近ネイルも変えたので足のネイルも見えるかなと思って買っちゃいました。新しいさ洋服とかが届いた時が本当に幸せ。チャブリグ、はい、ということで今回はですね、グレールさんの大量購入品紹介ということで、めちゃめちゃ買ったんですけれども、これでもすごい安い値段なので、何よりデザインももちろんなんですけど、生地とかがしっかりしてるし発想が早い、本当におすすめです。学生さんとかも絶対手出しやすいし、なんやろ、ちょっと背伸びしたい時期っていうか、ちょっと大人っぽい目指したい時期って絶対女の子とかあると思うんですけど、そういう時期にぴったりなあの通販サイトだと思うので、ぜひ買ってみてください。ということで、せーの、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ、チョベリグ。